高野花孝治は、東京都中野区出身の双子山部屋に所属した、元大相撲力士で、第65代横綱である。本名は、花田孝治。愛称は、木、孝治。相撲協会退職後は、本名や、元高野花親方、高野花氏、高野花さんと表記されることが多い。引退の時現役時代の功績に対し一代、年寄り高野花が認められ、 高野花部屋の師匠を務めた。日本相撲協会では2010年に理事に当選以来、相撲教習所所長、審判部長、地方場所部長、総合企画部長、巡業部長を歴任にしたが、2018年10月に退職。現在、相撲の普及活動を目的とする一般社団法人、高野花道場の理事を務めており、 高野花工事としてのタレント、絵本作家活動は、メグエンターテイメントとマネジメント業務提携を結んで行っている。1972年、東京都杉並区阿佐ヶ谷に生まれ、同中野区で育つ。現役時代、取り組み前の城内アナウンスでは、中野区を出身地としていた。父は、高野花俊明、母は、藤田範子、兄は、花田虎城で、 初代若野花はおじ。二代目若野花はかつて義理のいとこだった。2018年に離婚した元妻の河野恵子との間に一男二女があり、長男は花田雄一。血液型は O 型。もともとは右利きだったが、長年の相撲の影響で右手に痺れが残ってしまい、今は左手で箸やペンを持つようになっている。現在は、 大型児童二輪免許を取得し、ハーレー・ダビッドソンに乗っていることを明かしている。当人や、周囲の階層によれば、相撲に身を入れ始めたのは1981年の、父の現役引退が契機だったという。自分が将来、相撲の世界に入って、父が果たせなかった夢を実現させるんだという思いで、稽古に打ち込み、1982年、 ワンパク相撲の全国大会で優勝、ワンパク横綱となった。ワンパク横綱としての土俵入りを入れれば、倉前国技館と新両国国技館の両方で、横綱土俵入りを行った一人であるということになる。父を慕って、部屋によく遊びに来ていた、鎌刈正重少年には、兄の勝ちともども可愛がられ、部屋の稽古場で相撲を取ることもあったという。 明大中野中に進学し、同相撲部で、竹井義夫監督から、回しの切り方などの技術面の指導を受けた。このことが、後の躍進に大きく寄与したとされている。入門当時からその優れた素質が話題となっており、新弟子検査時には、これは新弟子の体じゃない。今、すぐ幕下でも通用すると、新弟子検査担当の親方が驚談するほど、 体作りの基礎ができていたという。四個名高花田として、初土俵を踏み、全評判に違わぬ相撲で、数々の最年少記録を打ち立てた。親方の息子であることからやっかむものもあり、部屋の番付上位の力士が、会の力士に指示を出して、昼寝を妨害することもあったが、トイレにダンベルを持ち込んで黙々と自らを鍛えた。母の藤田の子は、 それに打ち勝つことが稽古より大変なんですと話している。1989年11月場所、17歳に、過月で、新十両に昇進。出世に、髪の伸びる速さが追いつかなかったため大い町が言わえず、ちょんまげ姿で土俵に上がった。名王関、高野花の息子として、兄と共に入門したことは、 マスメディアを通じて国民に広く報じられ、入幕前から相撲ファンの枠を超えた注目を集めていた。1990年5月場所、17歳8ヶ月で、新入幕。場所直前に、足の親指の人体帯を切る負傷をしたため4勝11敗と、大きく負け越し1両に落ちたが、11月場所で幕内に復帰した。その後に場所は、 小幅の勝ち越し、負け越しが続きやや勢いが減速したものの、東前頭13枚目に下がった1991年、3月場所では27年ぶりとなる平幕での、初日から11連勝を記録。その後、小西朝日木藤らに敗れ、幕内優勝はならずも12勝3敗の好成績を、上げ、関東賞、技能賞を、ダブル受賞した。 西前頭筆頭まで番付を上げた1991年5月場所、かつて塔とも対戦した千代の富士といきなり初日に取り組みが組まれた。おじの双子山理事長は何回残った、残ったの声が聞かれるか楽しみだと、老いの高花田が横綱にどれだけ相撲を取らせてもらえるかに注目していたが、結果は高花田の干渉で大相撲史上最年少の 金星を獲得。千代の富士は、同場所の3日目、高り力に取ったりで敗れた取り組みを最後に、現役引退。結果的に、同場所初日の高花田が千代の富士を下したのを機に、引導を渡したことで、時代の第一人者候補としての評価を固めていく。弟にわずかに遅れて入幕した兄若花田と共に、活躍した頃に起こった、平成初期の一大相撲ブームは、 若鷹フィーバーと呼ばれた。ブームの頃には、若鷹兄弟が女性誌の表紙を飾り、女性週刊誌や写真週刊誌には、迷子のように記事が掲載され、スポーツ新聞も相撲専門の新聞のようになり、コンビニに相撲専門誌が置かれているほどであった。世話人の友方は、当時について、出待ちの女性ファンが、 若隆に群がり場所入りする力士がもみくちゃになることもあったため、策を作って、ファンの接近を制限することもあった。今のファンは、生前として行儀が良いという内容の証言をしている。1日20番の申し合いをこなし、下ろしたばかりの回しが、その当日の稽古が終わる頃には、汗が染み込むなどの猛稽古ぶり、勝負に負けて土俵に落ちる際には、 顔から落ちるなどの勝負しぶりを見せ、その後も順調に成長していった。稽古熱心さに関しては、井筒部屋の元幕下、人口で、実業家の村上光明が、土俵に足を入れたら5時間、体を休めていることは一度もなかったと2017年の、座談会で明かしている。翌1992年1月場所は14勝1敗の、 成績で19歳5ヶ月での幕内初優勝を果たした。この場所14日目の打ち出し後に、高花田を乗せていたハイヤーが、玉突き事故の被害に遭って、付け人二人が体を強打して病院に運ばれたが、高花田は無事であった。幕内最高優勝達成者恒例の宿杯は、未成年であったためウーロン茶で行った。優勝した千秋楽の翌日、父のおすすめで、 若隆フィーバーで骨休めにならない国内を離れ、サイパンへ出かけている。この頃は、兄弟関係は、良好だった。同年、9月場所で14勝1敗の成績で2回目の幕内優勝。同年は60勝30敗と6場所制、定着後最小勝ち星ではあったものの、史上最年少の年間最多勝ちを受賞した。さらに、 翌1993年1月場所では11勝4敗の成績を上げ場所後の理事会で大関昇進が決定した。20歳5ヶ月での大関昇進は北の海が持っていた最年少記録を更新するものであった。これを機に四個名を父と同じ高野花に改める。新大関で迎えた3月場所は11勝4敗。 次の5月場所では14勝1敗の成績で3回目の優勝を果たし、翌7月場所で初の綱取りを目指すこととなり、千秋楽に13勝2敗で、明けぼの太郎、兄若野花らとの優勝決定戦に進出した。しかし明けぼのは若野花を押し倒し、高野花を寄り倒して破り、高野花は優勝同点に終わる。 場所後に日本相撲協会から横綱審議委員会への指紋がなかったため、横綱昇進はならなかった。この時横綱昇進を果たしていれば20歳11ヶ月での横綱昇進となり、北の海の記録である21歳2ヶ月での昇進より早いスピード横綱昇進記録1位の座を射止めていたことになる。続いて9月場所は、 初の全勝優勝を狙った明物を先週楽で下して阻止。明物に次ぐ12勝3敗の優勝時点で綱取りを再び繋いだが、翌11月場所は体調不良により7勝8敗と負け越して綱取りは振り出しに戻る。1994年1月場所では21歳後、か月での大関角番も史上最年少の記録となった。 この1月場所では14勝1敗で4回目の幕内最高優勝で復活。同年の3月場所で綱取りを再び期待されるが、11勝4敗で優勝を逃し綱取りは失敗。5月場所では14勝1敗の成績で5回目の幕内最高優勝を果たすが、翌7月場所では11勝4敗に終わり、またしても綱取りは失敗に終わった。 次の9月場所では、初の全勝優勝。場所後に、協会は横心に、高野花の横綱昇進の指紋をし、約2時間の審議の末、最後は、無記名投票の結果11人の委員中6人が、賛成したが、横心の内気である、3分の2以上の賛成に及ばず、横綱昇進は否決された。審議前から反対を明言していた、一力一夫は、 先場所は、準優勝でもないのに、どこを見ても内気に即していない。そのことは、理事長も百も、承知のはず。とし反対票を投じたと明言した。加藤美一郎は、連続優勝できないということは何か欠けるものがあるからだ。とし他の反対票を投じた委員も、横綱になれる力を十分持っているのだから、焦る必要がない。 としてもう一場所様子を見るよう主張した。それでも、高野花から、高野花と解明して迎えた翌、11月場所でも他を全く寄せ付けず、双葉山以来の、大関で2場所連続全勝優勝を果たし、先場所からの30連勝も達成した。先週楽結びの一番での明けのとの一番は49秒の、死闘の末に、土俵際で、高野花が、 右上手投げで逆転勝利し、これぞ名勝負というのだろう。各界の第一人者の座をかけた攻防はまさに互角。一年納めの場所を締めくくるにふさわしい人だった。と称賛された。11月場所後の横審ではわずか10分の審議で全会一致で横綱昇進を投進した。11月23日に行われた昇進伝達式の工場で、 つんでお受けします。今後も、不当不屈の精神で、力士として相撲道に、不釈神用を貫く所存でございますと死者に答えた。なお、横綱土俵入りは、雲流型を選択、当時同じ二所の関一門の横綱だった十八代管垣と十三代、ナルトの二人が、主に指導した。新横綱で迎えた1995年1月場所は、初日に、 無双山に敗れ、1994年9月場所、初日から続いた連勝は30でストップした。8日目に、火曜にも敗れたが、14日目に1敗の、武蔵シルを破り、先週楽は13勝2敗で並んだ武蔵丸ルとの優勝決定戦を制し、自身初の3連覇を達成。新横綱の優勝は15日制になってからは、大砲。 高野里以来史上3人目。3月場所は、明物ぼのとの13勝1敗同士の相星決戦となり、敗れて4連覇は逃したが、翌、五5月場所でも2場所連続で明物との相星決戦となり、雪辱を果たして14勝1敗で優勝した。7月場所では14日目に優勝を決めたが、先週楽に明物に敗れ、13勝2敗で終えた。 9月場所でも14日目に優勝を決め、千秋楽は明けぼのを押し出しで破り、自身2度目の3連覇を全勝優勝で飾った。11月場所は、初日にこと妻な7日目に、土佐の海に取りこぼして早くも2敗。中日以降は、順調に白星を重ね、14日目まで12勝2敗で、兄の若野花と共に、優勝争いのトップに立った。 千秋楽では若野花が無双山に敗れ、自身も、武蔵丸の注文相撲に屈したため12勝3敗、同志の史上初の兄弟優勝決定戦が実現。若野花の右四つからの下手投げで敗れ、四連覇を逃した。この優勝決定戦の前日に、双子山から兄に勝ちを譲るようにほのめかされたとする一部報道、また、これをきっかけに、高野花が、 父の11代双子山への死亡を失ったとする分析も存在したが、高野花本人は2019年11月28日に出版した自助伝、高野花和菓子の道の中でありえませんと否定した。やりにくさを感じた自分の未熟さがそのまま結果に出たということです。兄の勝敗がどうあれ、本割に勝って優勝を決められなかったことも含めて、 まだまだ精神をコントロールできていないと思い知らされましたと話している。1996年1月場所は13日目まで全勝で優勝争いのトップを走り、1敗で同部屋の高野波が追っていたが、14日目に海王に敗れ初黒星を喫死し、高野波が1敗を守ったため、両者1敗で並んだ。先週楽は14勝1敗で並んだ高野波と、 優勝決定戦に進出したが、川津掛で敗れ、横綱昇進後初めて2場所連続で優勝を逃した。3月場所は3日目に、朝日豊かに敗れ金星を許すも、その後は白星を重ねて14日目に優勝を決めた。先週楽も、武蔵丸を寄り切って14勝を1敗で終えた。5月場所は6日目に、県明に敗れ金星を許すも、 その後は白星を重ね、先週楽に2敗で追っていた若野花、高野波が共に敗れ3敗となったため、自身の取り組み前に13回目の優勝が決定。結びの一番では明けぼのを下手出し投げで破り、14勝1敗で終えた。7月場所は3日目に、琴の若に敗れ自身7個目の金星を許し、その後も13日目に、海王にも敗れ2敗に交代。 一敗の明けぼを追う展開となったが、14日目に、ムサシマルを寄り切って二敗を守り、明けぼが若の花に敗れ、二敗で高の花、明けぼ高の,の波が並んだ。先週楽では高の波が海王に敗れ、優勝争いから脱落したため、結びの一番は、明けぼのとの12勝二敗同士の相星決戦となり、寄り倒しで制して、 和島に並ぶ14回目の優勝を果たした。9月場所は5連勝で5日目で早くも単独トップとなり、12日目には12連勝で、幕内連続12勝以上勝利が、北の海の12場所を超える、13場所目の新記録を達成した、17場所に次歴代3位。13日目には、同部屋の高藤力が、2敗で追っていた武蔵丸を、 破って、援護射撃を果たすと、自身も結びの一番で、海王を送り出しで破り、4場所連続15回目の優勝を決めた。4連覇は自身初。14日目は、武蔵丸、千秋楽は明けのを尻け、全勝優勝で締めくくった。当時まだ24歳という年齢で、幕内優勝15回という実績や、ほとんど隙のない当時の取り口から考えると、 大宝や千代の富士の優勝回数の突破は、時間の問題とさえ言われていた。しかし、1996年、9月場所後の巡業中、背筋の肉離れを起こす怪我により緊急帰郷。肉離れが完治しない中、同年、11月場所を一旦強行出場することを、表明したが、場所初日の前日に、急性腸炎による発熱で入院、結局、 11月場所は、初土俵以来初めて本場所を全休することとなる。この休場をきっかけに、高野花の相撲に、陰りが見え始め、また休場中の間に、状態だけが超えてしまい、1997年以降は、体をのしかけて潰す相撲に変貌してしまう。さらに強引にねじ伏せたり浴びせ倒したりするなど、明らかに相撲の質が落ち、 広角化からも批判されるようになった。大型力士に対抗するために、自らの判断で増量したが、あまりうまくいかなかった。それまでは、かなり熱心で体の毛も生えないほどだった稽古も、準備運動は入念にするものの実践的な稽古量が激減するという事態に陥った。1997年は、過去の稽古の貯金もあって3度優勝。 通算5回目の年間最多価値も受賞して、横綱の面目を十分に保てたが、1998年以降は、その貯金も底をついた状態となった。1998年1月場所終盤、急性蒸気動炎による高熱と、顔面に現れた、原因不明の発疹による、体調不良で、勝ち越しながらも途中休場。翌、3月場所も、 序盤から崩れて、換気のお障害によりまたも途中休場に追い込まれた。七月場所と九月場所は連覇して、優勝回数を二十回の大台に乗せたが、その後は、怪我や病気に苦しみ、二年以上優勝から遠ざかる、ことになった。同年秋場所直前に、父の十一代双子山が兄を拒絶するようになった、高野花について、高野花は懇意にしている。 生大師から洗脳されていると発言したとする、高野花洗脳騒動が起きた。この騒動により一時期若隆兄弟は双子山からの信用を失い、その影響で部屋の力士のほとんどから稽古相手をしてもらえなくなったとも伝わるが、そんな時に、県縁の中であった秋の島だけは哀れみを向けてか延々と稽古相手を務めたという。1999年に1月場所は、 序盤から大崩れとなり盛り返すことなく8勝7敗に終わった。3月場所は10日目の冬季戦で勝ち越しを決めたものの、左肩を骨折して途中休場。5月場所は全休。休場明けの7月場所は8日目までいっぱいだったものの、9日目の出島戦で左手薬指を脱球し、その影響で12日目から4連敗と大きく崩れ、9勝6敗に終わった。 九月場所は、怪我が治らないのになぜか出場して一つも勝てずに三日目から、休場。再起をかけた、十一月場所も初日に玉春日に敗れ、最後を思わせるほどになってしまった。さらに六日目に土地あずま、九日目に、海王にそれぞれ敗れ九日目で早くも参拝。しかしその後は持ち直して十四日目まで参拝を、守り、千秋楽に無差ししまると、 横綱同士の相い星決戦にまで持ち込み、破れはしたものの、11勝4敗の準優勝を、果たして望みをつないだ。この頃から、稽古量が上向きになり、2000年1月場所は12勝3敗、3月場所は11勝4敗、5月場所は13勝2敗と、復活間近を思わせた。だが7月場所は、5日目の土佐の海戦で勝ちながらも、 左手の上腕二頭筋を断裂する毛が多い、二日後の七日目、海洋戦で切り返しで破れた際、その左腕の毛が悪化したためまたもや途中休場となった。翌、九月場所は全休。休場明けの十一月場所は、初日から順調に白星を重ね、十四場所ぶりに、中日勝ち越しを決めた。九日目に、無双山、十日目に、 塩大会と連敗し、優勝争いからは交代したものの、12日目は、この場所1横綱3大関を破り、13勝を挙げ、3勝を総なめにした、新鋭の琴光みきの挑戦を小手投げで退け、横綱の意地を見せた。13日目に、武蔵丸、14日目に、明物のと、両横綱には、破れたものの、 先週楽は3連敗中だった海洋を寄り切りで破り、11勝を4敗でつないで、不審脱出の兆しを見せた。2001年1月場所は、初日から14連勝したが、先週楽で、横綱、武蔵丸に敗れて14勝1敗に終わる。武蔵丸と同点となり優勝決定戦にもつれ込むも、その一番では武蔵丸に勝利を果たし、 14場所ぶり21度目の復活優勝を遂げた。一度変貌した、相撲内容はさらに変貌し、かつての自在の内容に変わり、完全に腰を固め、十分に捕まえて瞬瞬せず勝負に出るようになって、新生高野花を印象付けた。安定感はやや低下したものの、力強さは逆に、最盛期以上とも思える相撲ぶりを印象付けた。三月場所は三日目に、 土地の灘に破れ一杯。十三日目には無双山にも破れ二杯に交代。十四日目に一杯の海王を上手出し投げで破り、優勝への望みをつないだが、先週楽に海王が無双山との二杯同士の対決を制し、自身が結びの一番で武蔵丸に破れたため、優勝は海王にさらわれた。五月場所は初日から十三連勝して、 完全無敵の強さであったが、14日目の無双山戦で土俵際で巻き落としを食らって、右膝半月板を損傷する大怪我を負った。もはや立つことも困難なほどの重傷であり、本来は、休場をするべきところであった。11代双子山ら関係者も休場するよう、高野花に進めたが、幕内優勝がかかっていたため、 周囲の休場勧告を振り切り、翌日の千秋楽に強行出場した。千秋楽は、教会トレーナーがテーピングをしたらどうかと進めたが、テーピングをせずに、横綱土俵入りを披露した。しかし本割の仕切る最中にすら右膝を引きずるような、仕草があり、勝負にならないことは明らかであった。その悲惨な状況に審判部として、土俵下に座る十三代九0は、 仕切りの最中にも、高野花、痛かったらやめろ。と忠告したほどである。予想通り、先週楽結びの一番の武蔵丸戦では、武蔵丸の立ち合いの変化に全くついていけず一瞬で、勝負がつくような敗退で、武蔵丸と相星となった。続く優勝決定戦は誰もが、武蔵丸の勝利を確信せざるを得なかったが、大方の予想を覆し、 武蔵丸を豪快な上手投げで破った。勝利を決めた直後の鬼の形相と奇跡的な優勝で構成相撲師に語り継がれる王一番となった。当日表彰式で内閣総理大臣杯を授与した小泉純一郎は痛みに耐えてよく頑張った。感動した。おめでとう。と高野花を称賛している。 高野花が怪我をして出場した背景には、休場すればほんわり、優勝決定戦と不戦勝で、武蔵丸マルが優勝をさらう史上初の事態になったという状況があり、この優勝の際のスポーツ新聞の記事で高野花は、横綱としてというより、一人の力士としてやろうと思った。膝がダメになったらという不安そうなったらそうなった時ですからと言っていた。 表彰式での優勝インタビューで、怪我の痛みを聞かれ、特にないですよと答えると、大きな拍手と歓声が湧いた。相撲誌に残る、大一番を制した、高野花であったが、間もなくその代償は予想以上に大きいことが判明し、逆に大きな過婚を残すことにもなった。前球となった2001年、7月場所後、大怪我をした右膝の半月板を除去する手術を、 フランスで受けて再起を目指した。しかし、2002年7月場所まで1年以上も全ての場所で休場となってしまう。世間も最初は休場してゆっくり直せばよいと温かい目で見ていたが、休場が1年近くになった頃から、高野花に対する風当たりは強くなり、一部の横綱審議員も苦言を呈するようになった。2002年9月場所。 横綱審議委員会からの勧告もあって、ついに8場所ぶりの出場に踏み切った。注目された、初日の貢献制戦では勝利したものの、序盤の2日目、極天砲戦と5日目、小鳥流戦で、それぞれ金星を献上してしまい、この場所途中での引退さえ囁かれた。しかしその後、中盤の6日目から終盤14日目に、かけて星を伸ばして12勝2敗。 先週楽に武蔵丸と横綱同士の相星決戦にまで持ち込み、破れはしたものの12勝3敗の準優勝を果たした。武蔵丸の存在が自身の力を測るバロメーターになっていたことを考えると、高野花は、ああ、もう自分はそろそろだなと感じたという。他の幕内力士との実力の違いを見せつけたが、場所終盤には再び右膝の怪我の状態が悪化した。 ため、翌、11月場所はまたも初日から全休することとなる。そして、2003年1月場所、右膝の状態が万全ではなかったものの出場を、決意。初日の和歌の里には、土俵際の小手投げでかろうじて勝ったが、翌2日目の宮城山戦では二丁投げを食らって、左肩を負傷してしまう。明らかに不利な体勢であったが、審判委員から、物言いがつき、 両者同体と判定された。その取り直しの一番は雅山に、左からの上手投げで勝利したものの、左肩の怪我により、翌3日目の極点方戦は、不戦敗、4日目まで途中休場する羽目となる。だが、5日目から横綱では、異例と言える、場所途中からの再出場を決断する。5日目、冬季と6日目、土佐の海に連勝はしたものの、 高野花らしい相撲は全く見られず、7日目の出島には一気に押し出され、8日目には初対戦の網二式にも送り出しでそれぞれ敗れてしまった。この再出場に関して本人は2019年のインタビューで、神風特攻隊のように死に花を咲かせるためと、その意図を語った。この同一月場所8日目の網二式との一番を、最後に、 その翌9日目で、ついに現役引退を表明した。当時まだ30歳で、父と、ほぼ同年齢での引退でもあった。引退会見で連発した、非常に清々しい気持ち、心の底から納得しておりますは、一時流行後にも、なった。高野花の引退相撲と断髪式は2003年、5月場所後に行われ、武蔵丸、海王、兄。 長男などにハサミを入れられ、止めばさみは父が入れた。断髪式後、土俵上で作文朗読をした長男は涙をこぼしていた。引退から2年後、高野花は、教会運営などに関する持論をメディアで繰り返し発言。その挙動がマスコミを連日賑わせ、相撲協会内との確執が表面化した。役員全員が口頭で厳重注意し、 本人もこの時は頭を下げていた。住吉大社での放納土俵入りにおける、高野花親方と北の海理事長2010年1月場所8日目、大相撲中継で6年半ぶりに正面解説を務め、テレビ出演中に同年2月に行われる協会理事選挙に立候補することを表明した。高野花は出馬を希望していたが、二所の席一門は、 二所の席一門はすでに現職理事の17代、離れ駒と10代、二所の席のほか、新人の13代なるとが立候補を予定していた。協会の理事選は10人の改選で5つある一門ごとに、理事候補を調整して、無投票で決定することが慣例となっていたこともあり、2009年12月から一門で候補者選定会議が行われた、結果、 最年少であった高野花に立候補を断念させる、方針に傾いたためである。同月19日に、二所の関一門は緊急会合を開き、高野花を支持する18代寛柿、12代大野松、16代大竹12代双子山、19代音川山、15代、時和さんの親方6人及び間き部屋、大野松部屋、 大竹部屋の3部屋は事実上破門とした。すでに一門からの離脱を明らかにしていた、高野花親方と高野花部屋に対しても、同様の措置が取られた。同時に、二所の席一門からは、現職の17代離れ駒と10代二所の席の立候補が決まり、13代なるとは、事実上立候補を断念せざるを得なくなった。 このため、4期ぶりに票議員の投票で11人が10人の理事を争う形になり、騒動になったことを、武蔵川理事長が厳しく批判するなど話題になった。固めている票は、上記7親方の票だけで当選ラインの10票まで届いていないために苦戦が予想され、他一門からの票の上乗せを目指すことになった。2月1日の理事選の投開票では落選という、 予想に反し、上記7親方の票以外にも3票の上積みがあり、10票を得て当選した。新理事会の結果、理事長は14代、武蔵川の続投となった。この一連のことを一部マスコミでは、高野蘭と称し、高野花を、相撲協会の革命児と報道している。高野花と、その支持派閥はしばらく、マスメディアで、高野花派。 高野花グループと呼ばれる派閥を形成し、合同で稽古を行うなど一門に準じた形態で行動していたが、2014年度より、他の一門と同じく教会から助成金を支給される待遇を得たことを契機として、同年5月23日から高野花一門に解消となり、これにより5つあった一門が一つ増えた格好になった。2010年7月4日に行われた、 臨時理事会で、大関、琴美月が、野球賭博に関与して、解雇処分になったことを不服として、高野花は処分軽減並びに、現役続行を強く訴えたが、外部理事からの反発により却下された。理事選にて自身を支持した12代、大野松の弟子と床山、それに16代大竹が、野球賭博に関与して、処分の対象となったこともあり、高野花は、 退職願いを提出した。武蔵川理事長や村山博義理事長代行は、受け取りを拒否、高野花は、翌日の朝稽古を見た後に退職を撤回した。同年8月12日、武蔵川理事長が健康上の理由と、野球賭博問題の隕石で辞任したため、同日行われた、理事長選挙では北の海を推薦し、高野乱採美と言われた。 公認の理事長は17代離れ駒に決まり、離れ駒理事長となってから初めて行われた8月20日の理事会にて審判部長に就任。38歳での審判部長就任は、35歳で就任した9代では農民に次ぐ2番目の若さであった。2012年1月場所後の1月30日に行われた理事選にも立候補し、再選。 大阪場所担当部長に就任した。2013年11月場所の途中より、病気休場した、伊勢ヶ浜審判部長に代わって、勝負審判を務めている。2014年4月以降も引き続き理事を務めることになり、協会上勤の執行部、総合企画部長など部長職5つを任される、工具に預かった。2014年3月場所後、 各竜が第71代横綱に昇進した。各竜は、時津風一門の井筒部屋所属だが、当時時津風一門に、元横綱の親方が、不在のため、大役として、無所属の高野花が各竜に対し、雲竜型の横綱土俵入りを指導した。2014年6月に、領事の手術を受けた。関係者は、小学校からの相撲の稽古で両方の耳たぶが腫れて、 血が固まって、固くなってしまい、人の話など聞きづらく、メガネなどをするとすれて激痛が走る状態と説明。2014年7月場所は手術した領事が、感知しておらず、北の海理事長と相談の上体調不良による、検査入院のため大事をとって全休。同場所後の7月28日、両国国技館での横綱審議委員会より、公務に復帰した。 2014年11月場所で自己最高位の西幕下3枚目に昇進した木戸市を引退させた。これについて木戸氏は親方が勝手に引退届を提出したとして2015年3月に相撲協会を相手に地位確認や報酬の支払いなどを求めて東京地裁に提訴した。この裁判において高野花が選択ができていないことを理由に付け人に 何度も往復ビンタやオーダーをしたり、指輪をした手でで死を殴り目の上が切れる怪我を負わせるなどの暴力を振るっているという証言が、裁判記録や陳述書に記載されているが、2017年3月に、東京地裁は、キト氏の請求を帰却した。キト氏側は、判決を不服として、東京高裁に控訴したが、2018年2月23日に、 相撲協会と和解が成立している。2016年1月29日の理事選挙では4戦、1 3月28日に行われた理事長改選では現職の8代八角とともに次期候補となるが多数決の結果6対2で8代八角に敗れた。理事長選に際して頭を丸刈りにしたことが話題になった。 続く3月30日の職務文書では執行部から巡業部長へ移動となった。2017年11月場所中に弟子の高野岩に対する春馬富士による暴行が発覚した。それを受けて春馬富士と九代伊勢ヶ浜が高野花のもとに事前連絡なしに謝罪に訪れた際に出かける車中にいた高野花がそのまま車を 発信させたため、すれ違いとなり、謝罪拒否とみなされる形になった。春馬富士は、自著全身全霊の中でこの時の高野花の行動が、引退決意の時期元としており、自分はともかく師匠は、各界の先輩。師匠に対して、ああいう態度をとったことで、自分は師匠に迷惑かけた気持ちになり、引退を決意したと記している。 高野花と九代伊勢ヶ浜の人間関係については、九代伊勢ヶ浜は2016年の理事選で高野花に投票をしており、それまでは概ね良好なものであったとみられる。相撲協会によると、この件について、鏡山危機管理部長が11月3日に両人に電話で聴取したが、二人ともその時点では事実関係についてわからないと返答している。 また、暴行被害後の高野屋の行動について、暴行直後の巡業も通常通り参加し取り組みも行ったこと、春馬富士と和解の握手をしたことを、複数の力士、関係者に目撃されていること、九州場所に備え福岡入りし、宿舎がある福岡の田川市長を表敬訪問にし、二桁勝利、目指し頑張ると九州場所出場へ意欲を見せていたことから、 春日の広報部長は何もなかったんだというのが我々の認識だったとコメントしている。しかしその後、高野花が教会聴取の5日前に鳥取県警に被害届を提出していたことが判明し、11月17日には警察に提出された診断書と教会に提出された診断書の内容の食い違いが判明した。教会に提出された 診断書を書いた医師は、頭蓋骨骨折は、過去に生じたもので事件と因果関係は不明。随液漏についても疑いであり確定診断ではない、としている。また春馬富士が高野岩を、ビール瓶で殴ったと報道されていたが白鵬がそれを、否定。高野岩本人が、警察の聴取に、目をつぶっていたので、なんで殴られたのかはわからないと述べたという報道も、なされた。 さらにスポーツ日本紙面にて事件が明らかになる前日まで高野岩が部屋で稽古していたのを目撃されているなどの報道がなされ、これについて高野岩や師匠の高野花から具体的説明がないことも事件を混迷化させた要因となった。事態収集を目指す協会側としては、協会への報告なしに警察の被害届を出した高野花に対し、 被害届を提出したことを、なぜ教会に報告しなかったのか、なぜ、伊勢ヶ浜の謝罪に応じなかったのかという不可解の念を抱くことになった。高野花は、警察の捜査終了後に応じるとして、教会危機管理委員会による高野家に対する、聴取の要請を複数回にわたって断っている。それによって、八角理事長を率いる、教会執行部に対する高野花の不信感と、 対立関係が明るみに出た。2017年12月28日の臨時理事会の協議の結果、春馬富士の暴行問題に関して相撲協会の危機、管理委員会が要請した協力を拒絶するなどの非協力的態度をとり、巡業部長としても事件の報告を怠ったという判断がなされたため、高野花理事の忠実義務違反による解任決議が、 全会一致で可決された。その後2018年1月4日に日本相撲協会の臨時評議委員会が開催され、理事解任決議が承認された。日本相撲協会からは役員待遇委員となり指導普及部副部長に就任することが発表された。評議会の協議によって理事が解任されたのは史上初。財団法人の理事を解任するには財団への 財産的侵害行為が必要で、忠実義務という倫理規定をもって解任する、法概念は存在しない、と指摘する、専門家もいた。理事解任されたものの、翌月に控えていた、理事選の立候補は認められていたため、1月場所後の2月1日に立候補した。高野花一門の親方衆は、同一門の12代、大野松の擁立で一本化し、 高野花に一期限定の出馬自体を迫った。しかし高野花は拒否している。出馬を見送れば役員待遇に泊まれたが、高野花が出馬を見送れば定員10人の立候補で理事選が無投票となる見通しであった。高野花は事前調整による無投票での理事選出を何よりも嫌っており、これまで一門外からの支持票を得て4度の選挙で、 当選した実績もあったため、自身が立候補して、投票により、真を問う形に持ち込んだと見られる。しかし、翌2日に行われた投票では2票に止まり落選。同じ高野花一門から立候補した12代、大野松は発表で当選した。公益法人以降前の旧法人時代からの、理事選挙を含めれば、 理事に立候補して落選したのは8人目だが、元横綱が落選したのは2014年の13代90以来2人目、共に、自他共に認める一位時代を築いた大横綱で、現役時代の実績が理事への得票には、反映されないという皮肉な結果となった。理事候補選挙に落選した高野花は2月7日、放送のテレビ朝日系、独占緊急特報。 高野花105日間の沈黙を破り全てを語る翌8日放送のフジテレビ系直撃ライブグッディの中で教会批判を繰り広げ執行部への対決姿勢を鮮明にした8日放送の番組中では自身の考える横綱論について話し春馬富士が引退会見で高野岩についてこれからは 礼儀と礼節を忘れずちゃんとした生き方をして頑張っていただきたいと話したことに話にならないですよ。あんなものね、被害者を悪く言うなんてことはあってはいけない。事実とは違うわけですからね。それを言ってしまった加害者本人はどう弁解して生きていくか、見てみたいですねと怒りをにじませていた。フジテレビの番組への出演は事前に相撲協会に申請があり、 問題とされなかったが、テレビ朝日の番組には、無許可であったことから、大きな波紋となった。相撲協会は6日から、同局の担当者らに問い合わせを入れていたが無視、されている。同局が1月末に放送にあたって相撲協会の、許諾が必要な資料映像を無許可で放送していた、こともあり、相撲協会は同局を出入り禁止とした。 2月16日の年寄り総会では高野花に事情聴取や聴解を求める声が上がり、八角理事長に伝えられた。高野花は、同日に行われた、不祥事再発防止の研修会を、欠席。3月9日の相撲協会の理事会と、年寄り総会も欠席。同日夜、高野花部屋のホームページ上で元横綱。 春馬富士の障害事件における日本相撲協会の対応に問題があったとして、内閣府の公益認定党委員会に告発状を提出したことを公表した。3月場所初日を2日後に控えた状況での行動に、協会員の誰もが、あぜん、呆然、驚きであった。高野花一門の親方衆にも相談がなく、寝、ね、耳に水であったという。3月場所が始まっても、 高野花をめぐる混乱は収まらなかった。役員待遇として、本来なら、場所中に常駐すべき、大阪府立体育会館内の役員室に姿を現さず、執行部側は、無断欠勤との判断を示したが、高野花は、暴行事件の被害者である高野岩の状態について、主治医と連絡を取り合う必要性から、宿舎待機を主張。 5日目から役員室に出向いたものの滞在時間は極端に短く、その滞在時間が連日スポーツ紙紙面を賑わし、この状況が8日目まで続いた。3月場所8日目の3月18日、高吉都市が取り組みに敗れた後、支度部屋で付け人の高清流を複数回オ出したことが発覚した。この日、 高野花は1時間15分ほど出勤し、何かあったら、電話をください。会場内にいますのでと話していたが、高吉都市の取り組み前には会場を離れていた。そのため教会が後で、高野花に連絡を入れている。高野花は、高野岩が春間富士から暴行被害を受けたことから、暴力力力士が土俵に上がることへの拒絶反応や、暴力の撲滅を訴えていた。 しかし自身の弟子が暴行事件を起こしたことで、これまでの自身の主張が根底から覆り、それまでの教会執行部への対決姿勢を180度方向転換した。事件翌日の9日目には、臨時の教会役員会に、弟子の高吉俊氏と共に出向き事件を謝罪。高吉俊氏は、事件の隕石からこの日から休場。前日まで拒否していた。 役員室への常駐もこの日以降は出勤するようになり、13日目の23日には、場所直前に公表していた、内閣府への告発状を取り下げを明言し、一兵卒として精進すると人親方として出直す、姿勢を示した。事件を起こした高吉都氏は、3月場所後の理事会で5月場所の出場停止処分を受け、7月場所から土俵復帰。 事件被害者の高清流は7月場所を全休し場所後に引退。春富士の障害事件で、加害者の春富士が事件の隕石で引退し、被害者の高野山に場所全休の後3月場所から復帰したことと逆転する現象となった。高野花は、春富士事件の際、暴行事件を起こせば所属部屋に関係なく、警察に捜査依頼するよう主張していたが、 高吉都氏の事件では、自身の部屋の不祥事であるゆえ、被害者の高清流ともども警察への被害届の提出はなく、春馬富士事件とは、対応が、正反対。他の部屋の力士に厳しく自分の部屋には、甘いと大相撲ファンの間から批判の声が上がった。実際に、3月場所終了後に相撲ファンから、 刑事告発を受けての捜査となり、大阪府警何和署は6月5日付で、高吉都氏を、傷害容疑で、書類送検した。6月13日に、大阪地検は高吉都氏を起訴猶予処分にしている。こういった経緯から、日本相撲協会の役員以外で構成する。 年寄り会が高野花に3月場所先週落3日後の3月28日の臨時年寄り総会への出席を求めた。総会の場で高野花は幅広い世代の親方集からこれまでの言動、行動に対する激しい追及、質問、苦情を受けた。高野花を支持する親方、高野花一門の親方からも勝手な理由で休むのはダメだと声が上がった。 それに対し、高野花はひたすら反省と謝罪の弁を述べただけで、自身の言動、行動に対する質問への具体的な回答はなく、出席した親方衆を失望させた。総会後の会見には、高野花と年寄り会会長、副会長、各一門の代表が出席した。高野花は、春間富士の障害事件への自身の対応について、真実を追求したいが、 こ固くなな態度になってしまい深く反省していると語っていたが、それ以外は自身の行動、言動に対する見解は明らかにしていない。同会見で、高野花がかつて所属していた二所の関一門の九代高田川は、本来なら契約解除になる部分が六つ七つある、という声もあった。契約解除までは、という声もあった。 その中間もあったと出席した親方衆の、ふ満やる方ない状況を説明している。一方で、高野花一門の20代地下の裏は、教会に、多大な迷惑をかけたことは見ての通りですとしながらも、高野花の年寄りとしての契約解除の回避を求める、単ニ書を提出したことを明かした。総会では、役員以外の全年寄りに、 高野花の処分に関する意見を求められたが、契約解除は、相撲界や相撲協会に対する損失の大きさを懸念する声が大多数の年寄りから上がって見送られ、理事会に一人となった。同日の理事会では新人事の職務文章で、審判部に配属となり、理事候補選挙落選による慣例で、役員待遇から委員に降格となり、 翌29日の理事会で、3月場所中の無断欠勤とで死の高吉都氏の暴行事件の監督責任から平年寄りに降格となった。28日夕に、ニュースエブリーに出演した東京相撲記者クラブ会有の堂谷志郎は、この臨時年寄り総会について、勤務の仕方とか、許可を得ずに、某テレビ局に出てしまったとか、そういうことが、 他の親方から見ると非常に腹立たしい。教会員としてやるべきではない、自分たちがやったらどうなるんだという怒りが沸騰したと思いますよと説明し、一般の年寄りは報道で知るしかなかった。それを教会の中で自ら質問して聞くことで、ある程度収まった親方もいると思いますと推測していた。一階級降格についても軽いと評価している。 元横綱は引退直後から引退偶となり通常平年寄りになることはなく、元横綱が平年寄りになるのは千代の山、和島、武蔵丸に次いで4人目で、武蔵丸以外は事件隕石によるものである。また、理事経験者が平年寄りに降格したのは、理事が現行制度になった昭和43年以降では初めてで、 これまで理事候補落選関連で委員になったのを除けば、理事経験者は役員待遇に収まるのが通例で、高野花の平年しり降格は極めて異例。降格前の年寄り序列では、理事長の発覚、事業部長のお車に次いで3番手だったが降格後の序列では83番が目で80人に抜かれる、異例事態となった。5月2日の年寄り総会では、3月に、 内閣府に提出した告発状を他の親方衆に公開している。事実と違うのではという指摘を受け、異なっていれば真摯に受け止めて改善すると応じたという。総会後、柴田山広報部長は本人を責めてもしょうがない。内容を我々も知らなかったので伺ったと説明している。6月20日、自身が代表を務めていた。 高野花一門から自ら離脱し、無所属になることを表明し、高野花一門が消滅。七月場所後の理事会で、すべての親方が五つある一門のいずれかに所属する、ことが決定。高野花一門に所属していた親方のうち、理事である十二代大野松と弟子の十二代白の日、十一代、音羽さんのほか二十代地下の裏、十五代大竹、十六代、 時は3の6人と、時津風一門から離脱して、無所属になっていた20代四頃山、23代港、19代立田川の3人の、計9人が、二所の関一門に、高野花一門から離脱して、無所属になっていた7代立並が、出羽の海一門に所属が決まったが高野花だけが、9月場所終了時点で唯一人所属一門が決まっていなかった。協会に、 真っ向から対立した高野花にアレルギー反応を持つ親方もあり、なかなか所属一門が見つからなかった事態を見かねて、何人かの親方は仲介に動いていた。しかし受け入れる側に対して、これまでの騒動についての詫びが必要であったため、仲介は困難を極めた。十二大王の松は、8月上旬に若い者を育てていこうと二所の席一門合流への、 説得を試みたという。その後に、高野花の受け皿になってほしいと、電話で、脱身、19代朝日山が動いて高野花が、伊勢ヶ浜一門へ加入できるよう水面下で話を、進めていた。9代伊勢ヶ浜も、事件の責任もあるからとこれを快諾していたが、一門内の別の親方が強く反対したため、実現しなかったという。 八角理事長の師匠である北野富士は、最後は高砂一門でと思っていたと話しているが、理事会決議の遂行を図る大義からで、積極的に迎え入れるというものではなかったという。9月場所後の9月25日、日本相撲協会を退職することを表明した。同日17時から行われた記者会見の場で、3月9日に元、もと、 春馬富士の傷害事件に対する相撲協会の対応が適切ではなかったとして内閣府の公益認定党委員会に提出した告発状の件を理由として述べている。夏巡業中の8月7日に高野花は相撲協会から外部弁護士の調査による告発状は事実無根の理由に基づいてなされたものと結論付けられた書面を渡された。 同月下旬に、事実無根ではないと回答したが、9月場所中の9月13日に年寄り会から、文書で、同月27日の年寄り総会に、出席しその意図について説明するように求められ、そのやりとりの中で、相撲協会から圧力を受けたとして、事実無根を認められなければ、親方を廃業せざるを得ないなどの有形、無形の要請を受け続けたと主張した。 高野花の会見を受けて、同日に日本相撲協会の柴田山広報部長は、マスメディアからの取材に応じ、告発状が事実無根であると認めなければ、親方を廃業しなければならないと協会が高野花に圧力をかけた事実は一切ないとした上で、一門に入って、これからも一緒にやっていこうと大野祭寺が高野花を、再三にわたり説得していたと述べた。 この十二代大野松からの説得を、高野花は圧力と受け取った可能性があると十六代大竹は指摘しているが、十二代大野松本人は、私は心から説得しているつもりだったと、その無念を語っている。また説得にあたっては告発上のことには、一切触れておらず、最終的な決定を聞かないまま、こうなってしまった。残念でならないとコメントしている。 退職届が不受理でも決意は変わらないと記者会見の場で述べていたが弁護士を通して協会に提出された引退届と所属部屋力士の所属部屋変更願いがすぐ受理されなかったのは書類不備が原因であった。相撲協会の柴田山広報部長は高野花が提出したのが相撲協会を退職する際必要な 退職届ではなく親方の引退届であったこと、所属部屋変更願いは高野花が移籍先に希望した20代地下の裏の夏印がなかったと説明している。このため退職表明の翌26日、電話で高野花から要請を受けた20代地下の裏が高野花部屋を訪れ、高野花部屋の八力士の受け入れに同意したことと、必要書類に夏印したことを明らかにした。 教会の書式に準じた退職届ではない引退届については27日に弁護士から引退を退職と読み替えてほしいとする上申書が教会に提出された。しかし所属部屋変更願いは原本のコピーに20代地下の裏が署名したものであったため再び不受理となり29日に不備のない書類を教会弁護士が受け取る形となった。 10月1日、日本相撲協会の臨時理事会で、高野花の退職以降による部屋所属力士ら、協会員の千賀の裏部屋への転席が承認され、高野花部屋が消滅した。所属先変更願いに部屋付き親方としての申請が、ないため、自動的に協会員としての資格を執行し、高野花は、日本相撲協会を退職となった。八角理事長は、 同日の記者会見で、20代地下の裏を通じて、面会を打診したものの1時間半の説得にも、かかわらず、高野花に断られたことを明かしている。元横綱が、定年前に退職したのは1961年に、年寄り定年制が施行されて、以降では、北の富士、和島、二代若野花、明野、の、三代若野花に次いで6人目。明野。の、 三代若の花とは、花の六三組の同期であり、この同期三横綱が揃って、定年前に相撲協会を去る異例の事態となった。また、花の六三組で、現在も協会に在籍しているのは海王のみとなってしまった。高の花の退職で、相撲協会に在職する元横綱が四人と過去最少となってしまった。 今後において、横綱の正しい伝承が行われていくのかが、危ぶまれていたが、当時の現役横綱の内木瀬の里は2019年初場所に、引退して16代荒いを、襲名、2021年5月に荒い袖屋を起こし、独立して、部屋持ち親方となっている。角流は2020年に、日本国籍を取得し、翌年、3月場所に引退して角流を親方として、 白鵬も2019年に日本国籍を取得し、2021年秋場所終了後に引退して21大漢垣を襲名して、それぞれ後進の育成に尽力。現在は、相撲協会に在職する、元横綱は前述の4人を含めて7人となっている。また、現在の現役横綱である照ノ富士も2021年、名古屋場所後に横綱昇進直後に、 日本国籍を取得しているので、引退後は、親方として相撲協会に残ると思われる。高野花が退職に至った背景には、相撲協会内での完全な孤立化が、最大の要因として指摘されている。力士の家庭に生まれ育っているが、現役中に、実刑の三代目若野花と絶縁している。引退から2年後の2005年5月に、ジップの11代双子山が死去。 実母の藤田範子とも絶縁状態となり、2010年には、叔父の従来二子山が死去している。師匠の実施として特別視され、所要級場所での重量を昇進ゆえに下積み生活の経験がないままに、付け人がつくなど、周囲に忖度され大切に扱われてしまう環境が、本人のコミュニケーション能力を育てなかったのではないかという指摘もある。そして、 年寄りとして、周囲の予想を超える厚遇を受けていた。教会在籍中に、教会内部での理解者を、次々と失っていった。大宝と北の海は高野花を、直理事長候補と見て、目をかけていた。大宝は娘婿であった16代大竹に力を、貸し、自分だけで強くなったんじゃないんだよ。みんなで、相撲協会を反映させていかなきゃいけない。 理事長を支えて、他の親方衆とも、ちゃんと腹を割って話をしないとダメじゃないか、と高野花に苦言を停止さとしてきたが2013年1月に死去。高野花はいずれ理事長にならないといけない。それが、大宝さんの願いであり、俺はそれまで頑張らないといけないと発言していた。北の海も2015年11月に急成した。 大砲北の海と同じく昭和の大横綱である千代の富士とは反目していると思われていたが2014年に千代の富士が相撲協会理事選に落選後に高野花一門に千代の富士が師匠を務める九十部屋も参加する話がまとまっていたのとその頃から千代の富士とも高野花と良好な関係を保っていたと元弟子の高源寺賢治が述べているが 千代の富士も2016年7月に死去している。側近では2010年7月に16代大竹が野球賭博問題で解雇され、2015年6月には19代音羽山が救世した。この二人は12代藤島が起こした旧藤島部屋の頃からの兄弟子で寡黙な高野花を助け、2010年2月の理事初当選に尽力している。 16代大竹は、高野花と二所の関一門を離脱した、七人の侍の中心人物で、学府であった、大宝の指示を取り付ける役割を果たしている。19代大戸さんは、若手親方を中心に、高野花の指示者を集め、2010年の理事選の時に一門を超えて、票の切り崩しもしていた参謀で、部屋付きとして高野花部屋の力士の指導を任されていた。 この理事選で、高野花に投票し、宮城野部屋から高野花部屋に移籍して、力士の指導をしてきた20代音羽さんは2018年1月に退職した。元幕内、北大輝の引退に伴い、 高野花一門所属の大野松部屋付きの28代、小野川が株の返還を求められたためで、同年2月の理事選を前に高野花は12代、大野松と部屋付き親方2人の協力を得るため、音羽山を譲渡する決断をしたとみられる。年寄り名跡を手配することは難しいが、20代、音羽山に退職を迫ったことは、教会内部に波紋を広げ、恩を和で返したと。 非難されている。また、2016年1月に北の海の側近で、教会顧問を務めていた小林義彦が解雇された。この元顧問と親しい関係にあった高野花は、元顧問による教会に対する背任行為を追求する、八角理事長を率いる執行部との対立を徐々に深めていた。この小林義彦の扱いをめぐって高野花と、 八角理事長ら執行部による理事会の激しいやりとりは宝島社から出版された単行本、高野乱で詳細が明らかになっている。16代大竹は2018年9月26日放送の朝ちゃん。で、高野花と柴田山広報部長が現役時代からの不仲であったと明かしている。9月場所初日に電話した際は、弟子を たくさん取りたいと部屋運営に意欲的で退職についてよっぽど腹に据えかねたことがあるんじゃないですかと推測している。反目している親方に対しては先輩でやろうと視線も合わせない性格は直上傾向的とも不器用とも言われた。親方はいずれかの一門に所属しなくてはいけないという通達を受けていないとしながら教会に自ら問い合わせたり、 高野花を心配した先輩親方に電話を折り返すことも声をかけた一門に頭を下げることもなかったという一門が消滅した後に教会内で新たにグループを作ることもできず精神的なストレスはピークに達していたと思われる9月25日の記者会見の場で NHK 解説委員の狩谷藤雄が一門に所属しない件も含めて僕は 今場所中、いろいろな親方の話を聞いて、やはり親方を残したい、応援したいという人は半分以上いると思うんですよ。もう一回、もし教会が、話し合おう、という時にはぜひ、話を聞いてもらいたい。30年来の付き合いとして、これは質問というよりは、お願いですと、記者として、異例の説得をしているが、本意することはなかった。 東京相撲記者クラブ会友の達川博士は、父親の11代双子山に最後に会った時に、工事を頼むと言われていたと明かし、固くなで、気まじめ、不器用な生き方しかできない息子さんを最後まで守って、やれなかったことが悔しい。先代、ごめん、と痛恨の思いを記事に綴っている。NHK 大相撲解説者の北野富士勝明は、 親方としての15年余りは突出した手腕を発揮したわけではなく、あれほどのネームバリューがあるのだから、弟子集めは、もっとなんとかなったような気がしてならないと、親方としての高野花を表している。22回の優勝実績を誇る高野花は、教会内では、絶対的な尊敬と支持を集めていた。朝昇竜白鵬の土俵上の振る舞いが懸念されており、 高野花を支持する親方衆が高野花に求めたのは土俵改革であった。また、2010年に二所の席一門を割って理事選に出馬し当選した高野乱以来、高野花はマスコミに改革派として報道されている。しかし、高野花本人は理事当選以来私が理事になることで何か改革をしようとしていると受け止められています。でもそれは、 ちょっとニュアンスが違うんですよ。改革ではなくて、相撲を通じて、古来脈々と受け継がれてきた日本文化の美学を、後世に伝えていきたいんですと発言している。自らを、美写門店の生まれ変わりと称し、その精神論は、極右思想にも通じる、極端さもあった。かつての講演者であった高野山新言宗僧侶の、保守の池口恵美館に送ったメールでは、 国家安泰を目指す各界でなくてはならず、各道の成果、陛下のお言葉をこの胸に国体を担う、団体として、組織の役割を明確にしてまいりますとしている。伝統を尊び、各界の緩んだ部分を元に戻そうとの考えであり、むしろ保守派の筆頭であったことが指摘されている。ただ、それを訴えるやり方がマスコミを通じてのものであった。 ことで不信を招いたという見方も存在する。時津ゼベや力士暴行し事件以降、各界に不祥事が相次いだため、教会がガバナンスを強化し部屋の管理を強める動きとなった。そのため、2014年から教会と親方は人材育成業務委託契約を結ぶようになった。しかし高野花は、指定関係を何より重んじるのが、 相撲部屋という各界のしきたりに従い、協会取り士との直接の契約関係を拒み続け、2017年1月まで制約書を提出していなかった。高野花は理事会でほとんど発言することはなかった。2016年理事長選に出馬したが当選できず、その後は意見を求められても一切口を開かなかったという。 講演会や谷町をやめてサポーター制とすることや力士の年俸制といった改革案を示したとされているが理事を務めた8年の間に具体化のためのプランを示すことはなかった。高野花部屋は11代双子山の講演者がいる部屋講演会を解散してサポーター制度を導入したが各地の有力者である大口の講演者が離れたことは 新弟子の減少に直結し、小口のスポンサーだけでは、部屋の運営資金を賄うことができなかった。そのため高野花は一門の収入をシェアするシステムを提案したが、反対を受け実現しなかった。2015年には、高野花一門講演会が発足したが、実際は高野花部屋の講演会ではないかという批判の声もあったという。 大阪場所の宿舎の提供や車の手配、食事の提供などを継続してきた辻本君と氏は、教会からの助成金のみでは、部屋運営は厳しかったことを明かし、講演活動で頻繁に部屋を開けていた女将の行動について、恵子さんにしたら、自分が働くことで、少しでも運営資金の余裕ができたらという気持ちがあったはず。 そのおかげで、親方も堂々と教会と勝負してこられたんですと、話している。以上のようなことから、相撲協会の日や改革への熱意を述べても伝わらず、教会内に支持を伸ばすことができなかった。2017年に、春馬富士が起こした、暴行事件についての対応では改革派、内部告発者として、社会的評価をされたものの、2018年3月に、 支度部屋での高吉都市の付け人暴行を、同部屋力士のこととして処理し、高吉都市をかばったことで、結局は改革派キャラクターのイメージ既存を招いてしまった。2018年8月に株式会社クインテットが、運営する SNS のプラットフォームパンドに、高野花応援会というサイトが開設されており、相撲協会退職後もそのサイトのブログを通じて、発信し、 ファンとの交流を行っている。高野花部屋の九州場所の宿舎を置いていた田川市の田川魅力工場大使も務めており、これからも交流を続けていく意思を示している。11月3日には、第13回田川コールマインフェスティバル、炭鉱節祭りに参加しちびっ子相撲を観戦、出店で綿菓子を配ったり餅巻きをするなどして、田川市民との交流を深めた。 2019年2月18日に、メグエンターテイメントとマネジメント業務提携を結んでいたことが報道された。テレビやイベント、広告出演などのスケジュール管理を行っていくという。3月2日に、東京都港区の六本木ヒルズで開催された思考、教える相撲イベント、思考遊びでは、土俵の上で約420人の保育園児たちとの交流を行い、 国内及び海外での普及活動に意欲を示した。3月20日には第三の人生として絵本作家として活動することを明らかにした。6月20日にふるさと納税サイト、ふるなびのイメージキャラクターとして東京、赤坂のベクトルスタジオで行われた新 CM 発表会見に出席した。高野花の積極的に地方創生に取り組んでいきたいと、 フルナビを運営するアイモバイルの事業理念である生まれ育ったふるさとや自分の意志で応援したい自治体に寄付することで地域活性化を支援が合致して CM 出演となったという2021年1月2019年3月に制作した絵本の出版が頓挫したことが報じられた日本テレビ系特番ザ 発言 X 勝負の1日で紹介された、光のテーブルとっても大切なカエルのお話は、日本テレビのサイトでも公開され、出版社と交渉に入った。しかし、高野花、挿絵を描いた、鉄拳、アドバイザーをつけて企画した、日本テレビがそれぞれ求めた印税が、合計20%にも膨れ上がり、出版社が手を引いてしまったという。 2018年10月1日付で、相撲協会を退職した後、同月4日に、議員会館を訪れ、自民党の衆議院議員、長瀬博氏と会談した。マスコミの取材では、長瀬議員は高野花に2019年参議院議員、選挙出馬の打診をしたというが、本人は、今日は本当に先生に、引退の報告で来たさせていただきましたので、 次に、何の仕事をするかとか、まだ余裕がなくてと取材陣を交わした。2019年5月10日、所属事務所のホームページで、相撲道に由来する、伝統文化の経験を通じた青少年の育成、相撲の普及活動などを目的とした、一般社団法人、高野花道場の設立を申請したことを発表した。支援者たちが発足させた、高野花ご縁会は、 発起人に、元2020年東京五輪、パラリンピック担当大臣の遠藤俊明、衆議院議員、小渕優子、浜田誠一元防衛大臣、他元観光庁長,長官、元海上保安庁長,長官や、元国土交通省事務次官など、早々たる人物が名を連ねた。その一人である、山下康弘、全日本柔道連盟会長が取材に応じ、一人間として、 過去の名声だけにとらわれない、そういう人柄に惹かれたからですと発起人になった理由を述べている。同月19日に行われた新たな門出を祝うパーティーには520人が出席し、パーティー終了後に高野浜は、社団法人理事長の松浦光一郎、幹事の神山敏夫と共に記者会見を行った。この会見で一部マスコミが憶測報道を流していた。 政界進出について改めて否定し世界各地へ足を運んで日本の伝統文化を伝えていきたいと話した同年7月27日にニューヨークを訪問し講演を行った以降国内外で講演活動を行っているその後も2021年10月19日工事31日投開票の 第49回衆議院選挙への立候補など、政界進出への噂があったが、今回も出馬しなかった。2021年4月19日に日本相撲協会の第三者機関、大相撲の継承を発展を考える有識者会議が、一大年寄りについて相撲協会の定換に記述された制度ではなく、存在意義を見出せる根拠がないとする提言をまとめた。 一代年寄りでやった高野花に、マスコミが見解を問い合わせたところ、事務所を通して、相撲協会でお決めになられたことですし、私は何かを発する立場にありませんし、何も言うことはございませんと回答している。2020年3月5日に、同年4月から、神奈川歯科大学の特任教授に就任すると明かした。大学の広報によると、コロナ禍で遅れていたが高野花が、 現役時代から感じていた、噛み合わせの大切さと、大一番での心構え、平常心の保ち方というテーマで、同年11月に講義が行われたという。2019年3月11日には、福島県郡山市で行われた、東日本大震災の復興イベント、福玉祭りに高通り木と参加し、ちゃんこ鍋を振る舞った。継続は、力なり。 私もできる限り参加し続けたい、子供との触れ合いが一番大切。復興の意味の深いところだと思うとコメントしている。同年10月5日、福島県双葉郡の住民らの交流イベント、双葉ワールド2019が J ビレッジで行われ、高野花は東京電力福島第一原発事故の避難民に、地元野菜やつくねの入った塩ちゃんこを振る舞った。 同月20日には警備業 MFT が稲わしろ町運動公園で開いている社内運動会に地元の子供たちを招いたちびっこ大運動会のゲストとして子供たちと触れ合った翌21日にも台風19号の被害を受けて断水している岩い木市を慰問し市民たちを力づけた同年12月25日はサンタクロースに扮して 台風19号の避難所となった岩木市の内郷コミュニティセンターなどを慰問し、市民にプレゼントをしながら交流を行った。2018年11月場所では、高景勝が13勝2敗で小結びでの初優勝を果たした。高野花は旧高野花部屋の宿舎があった田川市で支援者と共に見届け、本人からも電話で優勝の報告を受けた。 小学校4年の時に初めて指導したアイデに対しスポーツ日本にしばしジップへの感謝の気持ちに浸れそして新しい鍛錬を土の上で今すぐに始めよとさらなる精進を期待する特別機構をしている同年12月に発覚した高野岩の付け人への暴行問題に関しては言語道断と切り捨て10年は会わないと宣伝した 実際、引退会見当日に、高野岩から、自身の携帯電話に着信があったがそれを無視しており、高野岩の断髪式にも出席しなかった。2019年3月27日、高啓章が大関に昇進。事務所関係者を通じ、よくやった。でも、これからが相撲道の始まりである。検討を祈るとコメントを出している。 同年5月の一般社団法人設立会見で5月場所を途中休場し8日目から再出場をしている高景勝に質問が及ぶと相撲協会退職後という自らの立場から直接は教えることができないんですけれども生き様というか生きようを今場所残りの相撲でどれだけ教えてくれるかという期待感とまだ上がありますので目指してほしいと答えている 初代若野花をおじに、初代高野花を父に持ち、兄弟揃って、各界入りして、以来の活躍ぶりは、相撲ファンばかりでなく、日本中の注目を集めた。ブーム当時、花田家は、各界のロイヤルファミリーとも言われ、幅広い年齢層からの人気を得ていたことから、マスコミからは、数字が取れる存在として扱われ続けている。中でも、 横綱、一代年寄りまでになった高野花に関係する、話題の扱いはとりわけ大きいものである。部の里、吉崎、若津吉、若野花一、若緑、若野花二、大号、若野花三、高野花,花、花田浩二、花田雄一、峰の腰甲の稽古、ありがとうございます。